マントヒヒは、オナガザルカヒヒ属に分類される、霊長類。ヒヒ属の模式種。特定動物。イエメン、エチオピア、サウジアラビア、ジブチ、スーダン西部、ソマリア体長は、オスが70から80センチメートル、メスが50から60センチメートル。オナガは40から65センチメートル。体重は、オスが20キログラム、メスが10キログラム。 メスよりもオスの方が大型になる。顔やデ部には体毛がなくピンク色の皮膚が露出している。尻だこは発達する。尾の先端の体毛は棒状に伸長する。オスは体毛が灰色で特に側頭部や肩の体毛が伸長する。この体毛がマントのように見えることが和名の由来。一方、メスや幼体の体毛は褐色で メスは成長しても側頭部や肩の毛が伸長することはない。以上のようにオスとメスで体調も外見も全く異なるため、ヨーロッパ人が初めてマントヒヒを見た当時、オスとメスは別の種類と考えられたこともあった。草原や岩場に生息する。昼間は一頭のオスと数頭のメスや幼獣からなる小規模な群れで移動しながら食事をとり、夜になると百頭以上にもなる。 大規模な群れを形成して、崖の上などで休む。威嚇やコミュニケーションとして口を大きく開け、剣士を剥き出しにする行動を行う。植生は雑食で、昆虫類、小型爬虫類、木の葉、果実、種子などを食べる。繁殖形態は、体勢で1回に1頭の幼獣を産む。一夫多妻のハーレムを形成し、大人のオスは、メスがまだ幼い時に、 親元から連れ去って、ハーレムのメスを増やしていく。メスがハーレムを離れようとした場合、オスはすぐにメスの首に噛みついて、ハーレムに留めようとする。この時、あまりにも強く噛みつかれたために死んでしまうメスもいる。古代エジプトでは神や神の使者として崇められ、神殿の壁やパピルスに記録されたほか、生獣として神殿で飼育され、ミイラも作られた。 英名もこれに由来すると思われる。現在のエジプトでは本種は絶滅している。ありがとうございます。